こんにちは、 TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、捻挫をしない裏技っていう動画を撮っていこうと思います。だいたいスケートボード長くやっていくと誰しもが経験する捻挫、まあグリッチョですね、いわゆるグリッチョと呼ばれるものなんですけど、だいたいオーリーを覚えてきて、回しトリック、ショービットとかキックフリップとか、あとはこう段差を飛び降りた時とか、あとはこうミニランプを失敗した時にこうなんか斜面で捻挫してしまうみたいな、そういうことがよくあると思うんですけど、今日はその回避方法について説明していきたいと思います。よくある捻挫するパターンですかね、捻挫のパターンについて説明しようと思うんですけど、だいたいこう空中でフリップならフリップでこう空中で板を回して、でなんかこう板に乗りに行くときに、あ、これ絶対乗れないなっていう、でこう板から逃げてしまったときに、板、着地する板を踏んづけないように逃げたら足がこうバキッと捻挫してしまったりとか、でカーブボックス、カーブトリックをやってて、こうカーブから落っこちたときにバリッとこう捻挫したりとか、そうですね、大体普通に着地する分には捻挫しないんですけど、だいたいその落っこちる先に何かあるとか、板踏んづけそうとか、それを避けた時に捻挫することが多いんですよね。ステアとか階段の時だと、飛び降りてこう危ねって蹴っ張った板がうまくこう自分から離れてくれなくて、で板と一緒にこう一緒に落っこってしまって、それを避けようとして捻挫するみたいな。空中で体勢がうまく取れてない時と、あとはその着地地点に板が一緒についてきてしまうっていう、このパターンが多いと思います。でその時にどういう風にして捻挫を回避するのかと言いますと、ズバリですね、もう板って簡単です。めちゃめちゃ簡単なことなんですけど、こう足の指を上げるっていう、空中で落ちたっていうか失敗したなと思った時はもう足の指を上げます。そうするとほらこうどうついても足の指が立ってると、どんなに前に足を出そうと、足が出てても絶対につま先からつかないんですよ。捻挫ってこうつま先からつくから足をひねるじゃないですか。なので空中でこう足をブラーンと床に立てないことと、だから指先にこう指がこう上がっていれば絶対につま先から着地しないんですよ足のひらで着地することになるんで、つま先が上がってればどこに足をついても捻挫しないっていう。段差から降りるときとかもこうつま先が立ってれば絶対に捻挫しないんで、これを意識するようにしてください。で、僕が最後に捻挫したのが19歳の時なんで、もう10年ぐらい前なんですけど、こうダウンレッジで K グラインとしたら、なぜかこう後ろ足が地面にグリッチョして、で半年ぐらいスケボーできなかったのかな、まともに半年ぐらいスケボーできなかったんですけど、でそれが最後にした捻挫ですね。でそこからこの足指先を上げれば捻挫しねえじゃんっていうのに気づいて、でそれからあんまりその動けなくなるような捻挫はしなくなりました。100% しないっていうわけではないですけど、やっぱ気抜いてるときはこうブキッといくことはあるんですけど、そんなにこれを意識するようになってからは捻挫しなくなりました。空中ではこう足を立てないっていう、ただつま先を飛び降りた時とか、こうトリックに失敗して床に着地するときはこう足の指を上げる、そうするともう絶対捻挫できないんで、足首に力入ってる。なのでこれぜひ気にしながらスケボーをしてみてください。であとは板が足にまとわりついてることあるじゃないですか、カーブトリックとか回しトリックとか失敗した時に、でこの時に足をいっぱい上げないこと、トリック失敗して板が足にくっついてきた時はこうすり足で逃げるなんかこう板ここに落っこしてきて危ねーってこう足が出ちゃうと捻挫するんで、
これすり足でいきます。板が一緒にまとわりついてきてた時はすり足でこう、すり足を意識するとあんまり捻挫しなくなります。まあ、トリックを失敗して着地してこうおっとっとってなってる時はなるべくこうすり足でできる限り逃げるようにしてみてください。というわけで、まあ、捻挫をしないポイント2つ、着地するときはつま先を、足のつま先を上げることと、またはその着地に成功した後はなるべくこうすり足で逃げる。2歩目3歩目をこうデンデンって歩いてしまうとこう捻挫する可能性があるんで、なるべくすり足で逃げるというお話でした。まあ捻挫これを実践したから捻挫しなくなったのかっていうと、まあ確証はないんですけど、でもまあやっぱ気にするようになってから捻挫しなくなる、その大きな怪我はもう してないんで、それ以来なので、やっぱこれ大事なんじゃないかなと思います。これぜひ試してみてください。以上、捻挫をしなくなる裏技でした。今後も TPTV ではハウツーやスケートボードの動画を上げていこうと思っているので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、 SNS で拡散などしていただけたらありがたいです。以上 TPTV でした。ご視聴ありがとうございました。